江戸を目指し遭難した一隻の船、漂流した先はロシア。異国の食べ物、死んだ方がマシじゃん。異国の言葉、ヤボースカイ。異国の声、目指すは日本。決して望みは捨てません。私は帰ってみせる。見事なロシアのあっぱれじゃ。俺だって一度くらいは皆の役に立ちてんですよ。すでにロシアを知りすぎております。ならば答えは一つだ。三谷幸喜が描く予測不能の歌舞伎ロードムービー誕生。三谷歌舞伎、月明かり目指すふるさと、風雲児たち。